琴平町は、香川県中田土郡に属する町、香川県の南西部に位置する、町域の西側が、標高524メートルの増東山の山裾に、沿う。町内には、大技がある地域とない地域が混在し、大技のない地域では町名に続いて、直接番地が来る表記となる892番地1である。 大技のない地域の郵便番号は、1から426番地が766の0002、427番地以上が766の0001となる。小学校、中学校、高等学校、専修学校こと平駅ことでんこと平駅町内には、JR 四国の土産線と高松こと平電気、鉄道こと平線の2本の鉄道路線が通っている。かつては、 琴平三宮電鉄や琴平急行電鉄線も丸亀市、坂出市方面と町を結ぶ鉄道を運行していた。JR 四国の琴平駅には全特急列車と観光列車、四国真ん中千年物語が停車する。土産線の電化区間は当駅までのため、高松方面からの電車は当駅で折り返す。琴電は早朝を除き30分間隔で運行されており、 琴電琴平駅と高松市中心部の河原町駅間は約55分で連絡されている。クリップかつての4路線江戸時代にコンピラ参りが盛んになると、琴平と各地を結ぶコンピラ街道が整備され、このうち琴平街道、丸亀街道、多土津街道、阿波街道、伊予、土佐街道の5つがコンピラ5街道と呼ばれた。コンピラ5街道はいずれも近代以降に、 県道、国道に指定されている。現在、町域を通過している国道は、南北方向を結ぶ国道319号と、生産地方に通じる国道377号の2本で、ある。319号の内北の全通寺社方面、琴平町を結ぶ区間は、多戸津街道、南の徳島県三好市方面琴平町を結ぶ区間は、阿波街道、 377号は、伊予、戸佐街道をそれぞれ前進としている。かつて、琴平街道は、国道32号に指定されていたが、町内を通らない万能バイパスの開通により、町内区間は、香川県道282号高松琴平線に変更されている。高速道路は町内を通っていない。最寄りのインターチェンジは、北隣の全通寺市にある高松自動車道。 吉道寺インターチェンジである、一般国道剣道町内を走る剣道、琴平宮の高等老朽、コンピラお芝居、ありがとうございます。